じゃ、はい、どうも。まあ、たくさんエラーをしたお互いに。はい、いや、お互いエラーしないやん。いや、僕しました。いや、何ですか。うまかったと思うもん。そうですか、うん、ありがとうございます。俺、最終的に俺、野球やめたの守備やん。いや、僕もそうです。守備が嫌で、ああ、もう不安でやめたもん。いや、僕もそうです。もう守りにつくのが嫌だったで、阪神行ったら今度外野だろ。僕も外野やる。ふざけんな状態やもん。日本ハム参加してないですよ、野球に。そうだろ、はい、最初ほら、金谷がいて、金谷ロッテ行った時に、金谷さんね、うん、金谷ってあの400勝投手で、そうそう、友達。いや、金谷、金谷監督な。いいんすか、金谷って言って。いい、金谷さん、金谷さんね。金谷さん、びっくりするよ、なんか金谷っておったかなみたいな。金谷さんな、はい、で、監督だったんや、はい、で、やっぱピッチャーやってる監督っていうのは外野が優しいと思ってるわけよ。あ、大間違いや。違いますよね。で、外野行かされたわけよ。はい。そしたらさ、向こうの方で野球やってるんよ。いや、そうですよ。外野こういった時、うわあ、俺ほんと外野だよな。いや、だからこんなホームランよく打つなと思いますよね。そうそう、こんなとこまで飛んでくるみたいな思いますよね。で、長、あの、走る距離が長くなるだろ。はい。で、もう内野手の足になってるから、あの長い距離すっごいしんどいわけよ。まあ、サボってましたもんね。サボっての出てないだけ。で、まあ、盗塁の足27メーター弱やな、はい、その足あるけど、外野手ってやっぱ長い、走ってる距離が。そうですね。だから打球も違うやん、うん、落ちたり、はい、伸びたりとか、はいはいはい、こんなドライブしたりとかね、こんなの無理やって、うん、だいたい飛び込んでるもん、ここで外野で。そうですよね。内野手じゃないって、後ろにいないって、ね、僕最終的に内野のフライが嫌になったんですよ。あ、内野のフライが、ああ、取れなくなったんですよ。もうドキドキして、ふぅ、フライだけやめてくれって。俺最初はあったよ。ありましたでしょ。あと最初、うん、内野、若い時、若い時に、若い時はなんかこう背面キャッチでもできましたよ、僕。いやいや、最初できた時も俺ショートに持ったよな、はい、外野から、はい、高さが違うやん、内野の、まあ、違います。一番最初俺プロ入ってショートだったよ、はい、でショートクビになってるわけ、エラーするから、うん、分かります。フライは落とすし、エラーはするし。驚きません。驚かないです。まあその通りやなと思う。それで内野フライ高さが違う、うん、で不安で、今度日南のキャンプでタイヤのマシン知ってる。あ、知ってますよ。バーンって上がるやつでしょ。キャッチャーフライや、はいはい、あれをずっと受けてたんや、はい、でそれでそれが普通に取れるようになったんや、はい、高いやつを、はい、キャッチャーフライ一番難しいやん、はい、それから慣れた。あ、まあフライってこう返ってきますからね、うんうん、だからそこをもうちょっと前に置いとかなきゃなんですよね。だそれができてから内野のフライは全く変わらなかった。ただ俺はだからやめたのは、外野とか内野とかやった時にもう守備が嫌で、うん、もうええわって思って、まあそうですよね、うん、僕も守備が怖かったな。だバッティングだけだったらいいけどね、はい、うん、だから吉川さん、あの、可愛がってもらって、いや本当に飯はこういうに連れてもらえる、うん、で球場に入ったら、うん、だからソールは柔らかいからちょっと一歩前走れよとか言って教えてくれましたよね。まあ、でも仲良かったもんな。仲良かったし、まあ、屋敷と仲悪かったですよね。あったか。あったでしょ。あった。だってゲーム終わってあの殴り込みに来たじゃないですか、ホテルに。そんな時代だったですよね。俺な、うん、あれ原因知ってる。あれタッチかなんかでしょ。そうそう、商談の件だよ。商談の件、屋敷がスライディングしたんや、はいはい、で翔太がタッチしたんや、ここに胸に、はい、で屋敷が怒って喧嘩になったんや、うん、ちょっと乱闘気味になったんや、はいはい、で普通のプレーや、はい、俺カチン切れて試合終わって、あそこなんだっけ、リバーサイドホテル行って、フロントに屋敷の部屋どこって言って、ここですって上がってって、お屋敷なんや今日の終わってたもんな。で豊がいたんや、なんだっけな。いや、あれは僕らが終わってティーバッティングやってたんですよ、ホテルの地下かなんかで、うんうん、そこに吉岡さん現れたから、え、何とか思ったら、お前なんだあの態度はとか言って、え、ホテルまで来るみたいな言ってたよな、俺。もうで翔太はあれタッチが下手くそ。あ、下手くそ。だいたい溝落ちにタッチするじゃん。そうそう、そこに入ってる。だからあの中日戦でも溝落ちに、川端の溝落ちにタッチかなんかして乱闘になったでしょ。あれはね、本当の乱闘は、すごい乱闘は長富。あ、長富がやったんですか。長富がシュート食らわして3人に。ああ、デッドボールでね。そう、宇野、落合さん、二村弟、あ、
最後弟が切れて、うん、ダンスそうで岩本がぐちゃぐちゃになってたんですよね。で、あの時殴ったのが流しママや。あ、飛び蹴りじゃないですか。飛び蹴りで、それが殴ったんや。で、吉岡さんもなんかどさくさに紛れてたでしょ。俺は羽交い締めされてた。あの時面白い話があるのよ。これどんな話ですか。試合開始前に乱闘があったら岩本行こうってなってたわけ、うん、みんなで相談してたんですよね。で、岩本結構ほらあいつ、生きり立ってたでしょ。うん、で、そういう話してたわけよ。で、乱闘になってんたら、後で聞いたら、中日の選手に聞いたら乱闘があったら、吉井君の子供になったらしい。俺のこターゲットだなぁ。で、なりました。長富が俺の後ろ逃げたんよな。で、逃げてやめやめ、逃げるとこ知ってますわ、長富もね。で、俺の後ろ逃げてきたんよ。そしたら、岩本が真っ白までバーッ来たんよ。ここに、溝落ちに前蹴りガーン食らわして、それで乱闘になってたら、そのまま中日の選手に俺、羽交い締めされたんよ。後ろからこうやって、まあ、止められたということ。そうそう、羽交い締めにされて殴られたわけじゃない。で、岩本が殴りに来てたわけ、うん、で、俺、グラブでこうやって避けてたんよ。ああ、ちょっとファールグラウンド近くにね、うん、こうやって、はいはいはい、避けてたんよ。だから今度そこへ長嶋マメが飛び蹴りしたんよ。センターから走ってきてね、岩本だいぶ勢いよかったですよ。 それで飛び蹴りして、はい、倒れた。このおさないがヘッドロックしたんよ。そこへマメが下からパンパンパン食らわしたわけよ。で、やめ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 ったら、よく冷静に覚えてますね。だって羽交い締めされてる割には。そうそう、こうやって受けてる割には、その目の前行ったから岩本も飛び入りしたよ。羽交い締めされながら笑ってたでしょ。いや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 、昔はでもそういう乱闘あったよな。いや、ありましたよ。あった。でもね、広島との乱闘はあんまり覚えてない。ない、太陽はない。ないですよね。ない。大体中日ですよね。中日が星野さん、相手は星野さんきつかったから。で、岩本がこんなになってたし、そうそう、なんか後ろ盾を得たみたいに、うんうん、すごかった。それはボッコボコにされますわね。で、ボッコボコされた長嶋はこうした、長嶋は中日行って岩本と一緒だったね、うんうん、そんな話がある。仲良く、仲いいわ。なんだよ、お前、仕事のためだったら仲良くなっちゃうのかよ。なるやろ、ね、なりましたもんね。なんかトークショーかなんかやったらしいですよね。そう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 、ね、金の魔力には勝てないですよね。バカ野郎。あ、吉岡さん、あそこ行きましたよ、ジンギスカン。あ、ありがとう。いや、美味しかった。美味しかったらありがとう。いや、高級の焼肉店の出し方で、うん、で、安い、お安いですよね、うん、すごいいい肉やろ、美味しい。そうそう、それな、うん、商売は何で始めたんですか。いや、俺の知り合いの関係。うん、なんか毎月よしこデーとかあって、 うん、その時だけ満員になるんですよって、おい、やっていけんのかとか言ったら、うん、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫や。ちょっと場所的に分かりにくいですけど、そうそうそう、駅のすぐそばだから。そうそう、大森駅のな、あの電車で行かれて、うん、バス停があるやん。そうそうそう、あのバス、ロータリーが、あれドコモでしたっけ、ヤフーモバイルでしたっけ。ああ、あるね、うん、電話があるね。で、そこの横入った地下ですよね。そう、地下地下、まあ、半地下みたいな感じですよね。そうそう、まあ、吉岡さん あのユニフォームとかいろいろ飾ってあって、うんうん、そう、誰か野球選手来るんですか。ギャオスが来たな。それだけ。そりゃなんかコマーシャルが行き届いてないじゃないですか。あんまりしてないもん。もうちょっと商売系出してくださいよ。なんやろ俺、まあ、昔からね、うん、ジンギスカンとは他に何かやってるんですか。島でホルモン吉彦、何でも吉彦つけりゃいいと思うんじゃないですか。で、今お住まいは九州。九州とか福島とか。何やってんですか。俺もポルシェで動いてんですか。俺大変だったのがさ、あのポルシェでさ、広島市民球場から東京まで行って帰ってきて試合したっていう噂が流れたよ。そうですよ、ね、いや、僕聞いたことありましたよ。やったんですかって。あ、名古屋だよ。そうそう、名古屋から新幹線で。名古屋でもまあまあありますから。違う違う、名古屋の場合はぶっちゃけ言うけど、試合が終わってもう新幹線取ってないからタクシーで行って。タクシーで行ったの、うん、名古屋まで。名古屋から、名古屋から東京までタクシーで行って、次に新幹線乗って帰ってきて試合です。いくらかかりますよ。十何万じゃないかな。今では絶対やんないでしょ。絶対やんない、ね、絶対やんない。絶対やんないですよね。もうあのね、貯金に回すな。ねえ、回す老後のね、あのね、価値観っていうのはね、分かってきたな。
金野、やっとやっと64にして、うん、やっと分かった。あ、それはよかった。マジでな、戻れるんやったら戻って貯蓄をするな。ですね、うん、なんやろ、金があったら使わなきゃいけないと思ってたよな。いや、いくらでも入ってくると思ってます。そうだよな、洋服買うでも何十万の洋服買ったりするね。だよな、 今ユニクロでいいでしょ、十分マジで、はい。